レス島の一レス島は、カテガット海峡上の北海に浮かぶデンマークの島。ユラン半島の北東岸から19マイルほど離れている。レスは基礎自治体の名前でもあり、島には自治体が複数ある。基礎自治体は北イラン地域に属する。基礎自治体面積は114平方キロメートルで、総人口は2058人。基礎自治体議会所在地で主要な町はビランである。 ユラン半島のフレゼリクスハウンからフェリーが往復している。レス島の民家。半木造の家は海藻を含むわらぶき屋根であるアンホルト島と同じく、レス島はデンマークの乾燥地帯に属し、夏季には雨がわずかしか降らず小川や池が一部干上がってしまう。中世の頃、島は塩を産出することで有名であった。地下水には15%もの塩分が含まれており、 暑い夏の間に自然と草地に塩が溜まることになった。最終的に濃縮された塩は釜に運ばれて、さらに煮出され、大量の木が消費された。たちまち島から森が消え、砂嵐が村を襲い、塩作りは禁止された。1980年代終わりまで、小規模の考古学的実験と観光業が再び進められた。列島は、 蜂の一種のオザンブラウンビーの生息地である。この蜂はデンマークの法律で保護され、島に多種の蜂を輸入することが禁じられている。この法は強制されておらず、現在普通種の蜂と並行して養蜂家が育てている。1971年9月にレッス島及び周辺の664平方キロメートルがラムサール条約登録地となった。 ありがとうございます。